今村隆夫は、日本の実業家。日清オイリオグループ代表取締役社長を経て、同社代表取締役会長。元日本植物医協会会長。三重県鈴鹿市の犯行屋の家に生まれる。1967年30、県立神戸高等学校卒業。1971年横浜市立大学小学部、経営学コース卒業。日清製輸入者。 計算管理部計算課給与計算担当配属。磯子工場総務、労働組合役員を経て、1983年からシステム部門に移り、1995年システム企画推進室長となる。1997年取締役人事、総務部長。2000年執行役員兼務。2002年常務取締役兼常務執行役員。2002年日進。 オイリオグループ常務取締役兼日清、オイリオ常務取締役兼常務執行役員。2004年日清、オイリオグループ専務取締役兼専務、執行役員。2008年代表取締役専務、取締役兼専務執行役員。2011年から日清オイリオグループ、代表取締役社長を務め、コストダウンなどの構造改革を進めた。 2012年及び2016年日本植物油協会会長。2017年日清、オイリオグループ代表取締役会長。ABC、今村隆夫日本経営合理化協会 ABC、市、おいでの新社長、登場新公開。2020年に、学校創立100周年を迎えます。三重県立神戸高等学校 ABC 会長。 および新社長の就任に関する、お知らせ日清、オイリオグループハット AB 日清、オイリオグループ社長に、くのし今村氏は会長に、日本経済新聞2017年3月24日14時、一般社団法人日本植物油協会、日本植物油協会、今村隆夫新会長、変化対応のシステムを業界全体で構築する、 必要日本食料新聞2016.062211371503面。ありがとうございます。